はい、良い風景です。フレの試練の、3回目ですね。3回目の、何ですか、なんだっけ、フェイの最終問題の3回目。やってまいりましょう。なんか久々なんですけどね。何日ぶりかって感じなんですけど、なんかいきなりワープですね。お、敵を2体やがる。黒い草。おー、通路ねえのやだわ。いきなりこれってなんかあんまり運が良くないのでは。ああ HP が、でも敵が出てこないってのはいいな、まあ、その辺はいいですね。おお、細い壺なんだろう。おお、試練が入る壺じゃないな。あ、階段行っちゃえばよかったか。失敗した。ちょっともうリセットしてやり直すべきか。なんか、階段の隣に来たから行くか。あ、HP 回復するんだったな。さて、なんかこのダンジョンあれですね。あの、せんべいみたいですね。せんべい見たくないですか？ねえ。別に腹が減ってるわけじゃないんですよ。食うものに見えるけど。グイスの絵の巻物。まだ読まないけど。おっと、武器発見。おお、鶴橋ゲット。で、ちなみに、剣の強さ2か。プラス1だけどな。やっぱりあまり強くないんだな。今日はあれですよ。ラーメン食ってきましたよ。なんかライスがね、無料なんですよ。なんだっけ。ランチタイム中はライス無料なんですよ。食ってきました。行きつけのね、ラーメン屋ってわけじゃないんですけどね。いつも行ってないところ行ったんですよ。ここね、うまいんですけどね、接客がね、なんかいまいちなんですよね。いつもね、あんまりうまくないんだけど、接客がちゃんとしてるところ行くんですけど。あれ？しまった。あ、ここは違うんだ、でも。そっかそっか。なんか、そっかそっか、こうなるんだ。おお。じゃあ、この右の方を探索しますかね。なんかいいもんねえかな。いきなりツール橋とかちょっと悩みますね。うん。金多いっすね。こんな金って落ちてるもんなんすかね。じゃあ、上じゃない、下に行きますかね。このせんべいみたいなダンジョンを後にして。おっと、いけねえ。なんか、めぼしいものはなかったって感じだな。3回来ましたね。あ、しまった。何やってんだ。てい。うおー、てい。おー、よかった。一つ目殺し。なんかすごい、アウト。剣の威力効果。まあ、鶴橋よりはマシか。なんかすごいぶっといな。その割にあんまり威力がない。おー。お、店発見。1600、850、1500。なんかね、前のね、前の前回の教訓はなんかね、あれですよ、杖弱い杖に敵振っちゃったんですよね。金額がね、2、3種類ぐらいしかないみたいなんですよね。なんで安いやつは幸せかもしれないと。ですよ。ちょっとなんだかわからないんで値段を書いておきますかね。てかあれか、17とかでいいんだな、これきっと。で、なんか杖買ってみますかね。で、あとは、こんなもんか。ちょっと安いやつを買っていきますか。待って待って。一応確認した方がいいのか。あ、なんか、
なんか動かし方ちょっと忘れたかもしれない。いいか。別にそんな欲しいもんでもないしな。じゃ何かに振ってみますか。幸せかもしれないから、おっと。何がいいかな。なんか適当なやつに。あ、ゴーヤーだ。そっかそっか。こいつに、あ、間違った。何やってんだ。こいつに振るのは怖いな。さて、青銅鉱、ろくなもんじゃねえな。おー、まあ倒せるな。よかった。当選竜が倒せれば、まあ、少しはやっていけそうか。腐ったおにぎり。使い捨ての盾。なんかろくなもんがないな。なんか徹底してろくなものがないっていう、今回は。あ、チキショ。じゃあ、こいつで試してみますかね。杖80を。わあ、一時死ぬか。まあ、いいかな。ちょっと待った。80消さなきゃ。これでいいだろう。あ、そっか。店があるんだから、ちょっと、他の運も確認しなくちゃじゃないか。何やってんだ。もう一回店行かなくちゃですね。じゃあ、ちょっともう一回店に。行きますが、なんか無駄な動きが多いぞ。遠い遠い。遠いっすね。で、もうちょっと、くそ。じゃあ、細い壺。ちょっと待って。これ、倉庫か？多分倉庫だと思うんだけど。違うかな？あ、わかんない。ちょっと入れてみるか。ちょっと入れてみよう。なんすかね、これ。ちょっと待って。ああ、倉庫だな。ちょっと待って。どうやるんだっけ。倉庫、倉庫。勘が当たってると、ちょっと嬉しいですね。底抜けとかじゃないよな、これ。いらないから売っちゃうか。で、あとね、これこれ黒い草。100ってなんだ。あー、わかんないな。わからないですね。仕方ない、飲もう。これは飲むぞ。で、ウグイスの絵の巻物。150、わからないね。わかんないな。じゃあ、なんか杖買っていくか。1500、850。どれ試すかな？なんか安いやつから試したい。怖いから。あと1500円あるな。じゃあこれかな？じゃあこれを試しますかね。そっか、こいつレベル上がったら嫌だ。じゃあ、5700。あ、なんだ？これなんだろう？なんだこれ？何かな？封印？あ、降りちゃった、降りちゃった、間違った。封印かな？封印か不幸かですよね。封印にかけます。これ飲んどっか。あー、奇遇に族でした。何もしないでくれ、頼むから。変なことやんないでくれ。うおー。
と、ウグイスの絵の巻物、これは後ででいいか。多分あれ封印だと思うんですよ。多分ですよ。間違ってても、クレームとかつけないようにしていただきたく。あとは、あと800の杖があるんだな。これもなんかな、レベル上がっちゃったら大変なんだよ、ね。なんか、うまい具合に、方法を考えたいんだけど。なんか、レベル上がったらやばそうなやつばっかだな。浅い壺。これも試練が入るもんじゃないな。ちょっと怖い怖い、間違った。なんかうまい具合のいいやつが、あのギターいくらだろう。あ、よし、じゃあこれでやるか。これでもしレベル上がっても大丈夫。あ、おー、やっぱり対策は取っておくもんだな。前回の教訓が生きてますね。じゃあ、足元を投げる。ふぅ、教訓が生きてるぜ。で、なんか装備品がな、なんか強力なものが欲しいっすね。あ、なんかこの右行けるじゃないか。まずこっちを見てから。おっと。挟まれるの嫌だな。ていアイテムがあるぜ。あ、壺だ。おー、今回あれっすね、なんか壺がいいのかわかんないけど、壺がいっぱいあって面白いな。ていじゃあ、次行くか。あっとっと、あ、なんかまずいかも。うわー、まずったな。あとね、あとあれですよ。前回のもう一つの教訓は、ちょっとどう、なんですかね、編集しながら思ったんですけど、腕はつけてよかったですね。なんか強力な腕かもしれないですもんね。なんか識別してからと思ったんですけどね。じゃあまずこの虹色の草を。虹色の草ってやばいよな、これ。薬草でした。ウグイスの絵の巻物。これは、あれだな、識別かもしれない。壺に。あ、保存だ、やった。もう保存が来たか。なんだ？お、罠ね。なるほど。なんか、今回うまい具合に、識別できてるんじゃないかな、と思いますが、どうでしょうか。この封印がなんか今一つわからないですよね。